久保さん、やっぱね、時代を変える人はどんどん変えちゃって、なおかつ変えたい人の考え方とか、考え、それを作り出した人に乗っかれないと、本当きつくなりますよね。うん。だって、お金がないって言って現金で払っている。<laughs> おかしい話ですよね。まあ、その今、そういうものがない時代だったら、 現金しかダメだよっていうところはしょうがないと思うんですけど今そういうご時世じゃなくなってるわけじゃないですかでお金がないのにでお金がなくてね例えば1円切り刻んでね卵が1円安いとか卵が10円安いとかねそれで現金払うあのチラシを見ていやいやと自宅から一歩も出ず自宅から一歩も出ずスーパーより安く買えるし今ね だから、なんだろうな、やっぱ情報を知らないっていうのは、まあ、その人生の損かなと思います。まあ、人生の損って何かっていうと、今のだったら、例えば、あの、チラシを見てね、これ安いね、みたいな。で、あの、まあ、行く時間が必要じゃないですか。もちろん、そのお店に行って、なんだろうな、その体験したい、それが、ショッピングがね、なんか、 そのお店に行く楽しさで行ってるんだったら目的が違うのであれなんですけどただ商品を手に入れるということであるならば別にね今ワンクリックでいくらでもお得に買えるわけですよぶっちゃけスーパーなんか高いに決まってんじゃないですかだって人件費と店舗代あるんだからねが普通に考えても店舗代と人件費あるんですよこれでネットより安くするっていうことが結構難しいわけですよ もちろん、店玉の商品は安いかもしれないけれども、全部トータルで含めたら高く,ななら高くしないと、ね、だから店玉の商品で客寄せして、結局いろいろ買って回って利益上げてるわけじゃないですか。だから他の商品は高いんですよ。うん。で、たとえじゃあその目玉商品だけ買いに行ったとしても、行くコストがあるじゃないですか。 じゃ、この行くコストって、例えばチャリンコで行きました。チャリンコで行ってる時にね、事故る可能性もあるだろうし、車で行ってる時に事故る可能性もあるし、でも、ね、少なくても家でワンクリックで買った場合、その可能性はなくなりますよね、事故る可能性は。ね、交通事故に遭うっていう。だから、なんかね、うーん、本当時代変わったなと思いますね。うん、だからこれを知ってるか知らないか、使うか使わないかによって、 人生を損するか得するかっていうのが大きく変わるんじゃないかなって特に時間なんかはお金で買えないですから例えばそのスーパーまでね30分かかりますチャリンコで10分かかりますその10分っていう時間は一生買えないんですよ1兆円積んでも10分買えないんですよいやだったら10分をその10分をお金稼ぐためにはどうすればいいのかなって考えたりとかまあその家族いる方はその家族のなんかね大和くんと過ごす10分に使えばいいだろうしど,どうですかね 時間は変えないですから。唯,唯一変えないものがあるとするならば、過去の時間ですよね。うん。それは変えないですよね。なんか、あの、1万円払うんで、1時間タイムマシンで戻るとかね。できないじゃないですか。うん。だから、まあ、価値があるとするなら僕は時間だと思うので、うん。まあ、そこに対してどういうふうに考えて、まあ、どういうふうに情報を取り入れて、どういうふうに使いこなすのかっていう、ですよね。ただ、先ほど言った通り、目的をちょっと変えてる。 その大きいイオンモールに行くことでいろんなものを実際に目で触れて楽しむっていう目的であるならそれは別にそれでいいんですけどただそれをね安く買いたいという目的であるならばいやもう自宅からいくらでも安く買えるよって話でうんだからね今すごいねいい時代になりましたねだから 久保さんがすごいなと思うのはやっぱ久保さんの年齢でガンガンそれをね使い回してるっていうその情報を取り入れてそれを使い倒してるっていうところがねすごいなと思いますねうんだから本当にねこれからもうあと10年後なんかマジでマジでもうすごいですからもう想像がつかないですようん、まあ、10年後正直あの電子マネー怖いんですって言ってたら多分生きていけないかもしれないですよ もう一度言ってます、ね、10年後いまだにクレジットカードとか電子マネー使えないんですって言ってたら多分物買えなくなるんじゃないですか多分 <laughs> うんでもねあの本当ソフトバンクは、まあ、久保さんも言ってましたけど、まあ、今回セブン銀行とジョイントしたじゃないですかであれはすごいことだなと思ってなんでファミリーマートでもなくローソンでもなくセブン行ったのかっていうこのセブンの、ね、圧倒的なブランドと圧倒的な店舗数こことジョイントしてったその営業ですよね この営業はね、マジすごいなと思いましたね。だって、セブンアプリの中に PayPay ペイペイがもうデフォルトで入るって、これすごいことですよ。だからもう乗っ取ってるみたいなもんじゃないですか。<laughs> もう完全乗っ取りですよ、あんなの。だって、セブン銀行の、まあ、セブン銀行のアプリ入れてない人だったらわかんないかもしれないですけど、ね、PayPay と連投すると、そのボタンが出てきて、PayPay ペイペイで支払うボタンが出てくるんですよ。乗っ取りですよ。すごいないですか、あれ。セブンアプリ乗っ取りですよ、もはや。 これはね、やっぱね、営業力すごいっすね。いや、僕、すごいなと思いますね。だからまあ本当に、あの、なんだ、セブン銀行と今度、あの、なんだ。 ソフトバンク銀行って多分ないと思うんで、おそらく狙ってるのは、セブン銀行の,の ATM だったりとか、セブン銀行の,あの利便性を利用して、本当に PayPay ペペ銀行。だから多分おそらく今後はセブン銀行と PayPay ペペ銀行っていうのが合併するっていうか、まあ名前、名前はね、多分セブンブランドは変えないとは思いますけど、なんかその、なんか、もしくは、その銀行の仕組み作るのってめんどくさいんで、セブン銀行を借りるみたいな。 セブン銀行の仕組みはそのまま、その仕組みだったりシステムだったりとか全部使わせてもらってペ、PayPay イペイ銀行っていうのを作っていくかもしれないですね。てかペ、PayPay イペイ銀行を作るでしょうね。もう作ってるのかなわかんないですけど、多分まあ、多分そうなってくると思いますよ。予想では。 確実に銀行を作りますで僕のこれは予測ですけどもセブン銀行の仕組みを使って PayPay 銀行を開設してねセブン銀行の ATM で PayPay 銀行も使いますみたいなまあこれはちょっと国の法案とかもあるのでちょっと分かんないですけどもしそういうことができたとするならばおそらく PayPay の取扱い高の方が増えるんですよで最終的にセブンが折れてじゃあもうセブン銀行 PayPay 銀行にしますみたいなねこれになるかもしれないですね いや、これはね、うん、多分、まあ、セブンペイ、セブンイレブンもセブンペイっていうのをやったんですけど、不正でね、もうセブンペイ撤退したんで、もう、だから、セブン銀行が、セブンがやろうとしてた電子マネーを、今、ペイペイで補ってるわけですよ。ただし、今、その現金より電子マネーのパワーの方が強くなってるので、これ、将来、ほんと、セブン銀行じゃなくて、ほんと、ペイペイ銀行になるかもしれないですね。うん。いや、そうしたらね、えぐいっすね。 銀行じゃないですか <laughs>。まあ銀行は現金っていうそのあれもあるので、その現金、まあでもポイントを現金化することも今できますからね。t ポイントをジャパネット銀行にこう転換できるんですよ。t ポイント。だ一1ポイント0.8円だったかな。だから t ポイントを現金化することもできるんですよね。だから、もしかしたらこのロジックで言うならばペ、PayPay ペをセブン銀行の現金に転換するっていうのが今あんのかな。だからもうね、 すごいですよ、これからは。<laughs> 本当に時代進む。うーん、だかすごい時代になったなって、逆に言うと、このすごい時代を僕たちは体験できるっていうのは、これをワクワク思うのか、ワクワクしないのか、なんか面倒くせえなと思うのかはあなた次第ですけどね。うん、だってね、昔、そのね、久保さんの広島原爆、原あの核を落とされたときに何もなかったわけじゃないですか、長崎、広島は。 でその状態で生まれ、その時に生まれてた人ってこんなテクノロジーないわけじゃないですか。だから今って本当にすごいなと僕は思いますね。だから今の時代を生き抜くなんちゃらとかにしましょうか。いってらっしゃい。